た。この耳でバッチリピコピコ。嘘だ。鈴の更新テストがあるなんてショコラは聞いてないもん。で、ご主人様知らないですよね。まさかの裏切り、ブルータス、お前もか。兄様は本当ケーキ作り以外はダメダメなんですから。まあそこがまた妹心をくすぐるわけですが。はっ。あ、ゴロ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 な。ご主人も意外に抜けてるからね。やはは、言えてるにゃ。いいですか兄様、鈴を取った後もちゃんと更新手続きがあります。人間社会の日進月歩なのですから当たり前です。そして問題がなければ更新頻度も期間も伸びていきますが、ショコラとバニラは取ったばかりなのでとこまめにあるのです。これは事故を起こさないため仕方のない制度ですから。更新手続きって何するんですか？まあ主には鈴のテストの復習が中心です。それに合格できなかったらどうなるの？鈴剥奪ですね。がマリンブルーに。まあ一応落ちても何度かは追試が受けられますが、この調子では戻ってきた時には鈴はないかもしれませんね。そんにゃ。だってショコラはあんなに頑張ったのに、その努力をなかったことにされるなんてひどすぎますよ。ご主人様、なんかこう訴えた方がいいと思うんです。それはひどいって。試験会場が少し離れているので、兄様の代わりに私が付き添ってまいりますね。その間お店を閉めるわけにもいかないでしょうし、それにだいぶ長期戦になるかもしれませんし、他の猫たちの時もお母様が一緒に来てくれましたから、今回もお願いすれば快諾してくれることでしょう。兄様からも一本連絡を入れておいてはいかがでしょうか。お母様はいつも兄様のことを気にかけておられますし。はい、それがいいと思います。でもですよ、ショコラとバニラとシグレちゃん3人もいなくなっちゃったらですよ、お店が大変なことになっちゃうんじゃないかと思うのですよ。だからここはショコラに任せて、シグレちゃんとバニラは先に。黙らっしゃい。鈴の試験の一つや二つでうろたえるとか、それでも水月の猫ですか。それに更新手続きは最短でいけば2日です。そして明日はお店の定休日ですから、ちゃんと合格すれば今日1日だけお休みをいただくだけです。他の猫たちもいますし、それなら問題ないですよね兄様。うんにゃー、ご主人様が恋猫の気持ちを察してくれない。ご主人様の鬼畜パティシエ、鬼畜は可愛がってくれる時だけにしてください。
しゃい。自慢自慢ですか。それは鬼畜な兄様とか素敵すぎるので、ちょっと詳しく教えなさい。まあうちのお姉ちゃんたちみんな鈴持ちだし問題ない。ただこねてる間があったらとっとと行くよ。ショコラ、その通りです。早く兄様のいないところに行きましょう。うんす。問題ございません。お任せください。そもそも普段が人数多すぎなんだよな。そもそも普段が人数多すぎなんだよな。そも普段が人数多すぎなんだよな。私たちが猫じゃなかったら完全に赤字よね、この店。私はソレイユのお仕事楽しくて大好きですし。仕事ですからやりますよ。資本主義らしい報酬に期待してんわ。はーい。よう、箇所。とりあえず落ち着いたから休憩回してくぞ。バイトで責任を押し付けられなきゃなんねんだ。ここはどこぞのバーガー屋か、おい。へえへ、口では何とでも言えるよな。ショコバニみてえに甘い猫だと思ってんじゃねえぞ。ふん、頭撫でられたクレイで尻尾立てると思ったら大間違いだぞ。そんなお子ちゃまじゃねえんだからよ。特に問題はねえんじゃねえかな。強いて言えばナッツのアホの空回りっぷりをどうすっかって感じで、こないだからなんか妙にやる気出してんのはいいんだけどよ。でも急にスペックが上がるわけでもねえからな。ちゃんと見てねえと。ちゃんと見てねえと余計な仕事が増えそうで危なっかしいんだよ。飼い猫はつれえわ。ほんとつれえわ。できる範囲で最善は尽くしますってことで。
あずきのやつ、カジョウ様に言いたい放題。僕だって不器用だけどできることあるもん、あるもん。ココナツが厨房を覗いて震えてるけど、何やってんのあれ。またアズちゃんに煽られてるんじゃない。はあ、ほんとよく飽きないわね、あの2匹は。それでこそ